高校2年生の私、元気ですか？私は10年後の未来から手紙を書いています。ナルセ・カケルです。26歳になった私には後悔していることがたくさんあります。なあ、かけるでいい？やめたから。うん、そっちの方がいい。かける？かける。10年後の今、かけるはここにはいません。先輩より気になる。それって好きな人？ないじゃん。母さんの死んだ病室。それで家のこととか葬式でずっと休んでる。お願いっていうか、母さんに声かけて。カケルに死を選択させないでほしい。カケルの心を救ってほしい。ナホ、未来の学校は行けるならどっち行きたい？未来かな。知って今を変えたいかな。かけるは過去、後悔を消したい。かけるを一緒に救ってほしい。母さんもどこかで見てる気がする。母さんを苦しめたのこれだけ楽しんで笑ってちゃいけない気がして。お母さんがどこかで見てる。笑ってた方がいいじゃん。母さん頼まない。それがそうだよ。死ぬのこれだ。死んだら悩んでることがあるなら俺らに話せよ。重たい時はさ、無理して持たなくていいんだよ。俺たちがいるから。見てるよ。俺は気になる。俺の気持ちは気づいてないの。好き。かけるのことが好き。いつでもかけるを助けられる。そばにいたい。ありがとうな。